使用されていた場合は係員が点検回収いたします。ご了承ください。劇場内およびボックスタウン浜崎内は前年禁煙飲食禁止となっております。飲食される方は劇場へ詰ませて飲食を行ってください。また劇場内では携帯電話の電源は必ずお切りください。劇場内でのバッテリー充電を含めた電話機操作もお断りいたします。公演を行っている劇場内は全ての録音、録画機器、撮影機器での録音、撮影を禁止します。トイレなどで一時退場するときは再入場用のスタンプを手に押させていただきます。劇場入り口スタッフまでお申し出ください。再入場用スタンプを押し忘れた場合、再入場できない場合があります。ご注意ください。何かご不明な点はお気軽にお近くのスタッフまでお尋ねください。はい、本日の影山は吉田組合エボニュー。知りません。そうですね。はい、そうですよね。
はい、ちゃんとしっかり仕事モードになって頑張ります。許せないことちょっと自分の中で気に食わないこと、なんかなんていうの、気に食わないことがあって、そう、私、まあ、私が例を挙げると携帯あるやん、でアプリとかって入れたりするやん、メールとか見てたりするやん、はい、あのホーム画面にさ、なんかいっぱい溜まっとるとなんか数字が出てこん、メールなんか100何十何件みたいな、わかります、なんかアップデート6件みたいな、あれが溜まっとるのが、溜まっとる人が優先って私は。あ、わかります、わかる、私だけ感じてるんですけど、私も溜めっぱです。それがわからんと、わからないです、わからないよ、自分だけかなと思ってたんですよ。本当？はい、いや、ちょっと話がありますね。いや、嬉しいです、嬉しいですね。やっぱりなんか理解できるかな、これなんか正常だけでわーってるけどさ、はい、理解できてますか？喋ってるんじゃないですか、皆様。あ、食べてます、食べてる、そうだ、本当にあれ理解できる、だって目障りじゃない、邪魔、邪魔や、迷惑メールとかじゃ開くんですか？いや、開かけ全部消す、私もです、来た瞬間全部消します、消します。そのとおり、思い出やね、いや、迷惑メールはさすがに消す。え、だってアプリか、あ、何、何とって。だって迷惑さんがメールしてくれたから。いや、なお絶対危ないやつやろ、なんか100万円当選しましたみたいな、明日までにこの口座に振り込んでくださいみたいなやつ、絶対 やるやつやろ、やった、ちょっと振り込みに行かないみたいな。はい、そう、いつもそれは私、それは私、あー、そうか、私だ、うん、そう、それは私理解できんじゃん、で、なんかそういうことがあるかなと思って、あー、わかります、私、なおちゃんがり、なんでよ、なんで、なんで人のものを横取りします。横取りします。私も
いや、辛ラーメンっていう辛いラーメンがあれ、あれめっちゃ好きで、あ、ちょっとここにあったけん、いや絶対くれるやろ。そういう関係だから質問もいいかな。どういう関係だか。してくれましたか？